沖川沖縄県の鉄道、バス事業者で導入されている非接触型 IC カード、乗車券である。タッチゴーの動き沖縄都市モノレールと沖縄本島内の主要バス事業者4社で使用できる乗車カードである。2014年10月20日より沖縄都市モノレールで先行導入され、2015年4月27日にバス4社での運用を一斉に開始し、 本格運用を開始した。沖縄県内で交通機関に使用できる初めての交通系 IC カードである。オッキカの名称は沖縄 IC カードの略である。また、沖縄が変わるという意味も含まれている。システム開発は、モバイルクリエイト、発行、運営は、沖縄都市モノレールやバス会社が出資する沖縄 IC カード株式会社が行い、IC カード読み取り機、 自動改札機などの導入に必要な費用は沖縄県からの補助金にてまかなう。初年度の発行枚数は3万4000枚で2019年6月現在の総発行枚数は35万枚。2018年6月1日から定期券用に駅名や利用期限などが記載されるスペースを入れるためカードのデザインが変更されている。 日本鉄道サイバネティクス協議会が定めた IC カード乗車券に関する共通規格を採用していない。これは導入費用や維持費用が割高になることと各事業者が独自の乗車券を数多く設定していることがあり、さらに沖縄 IC カードの関係者が沖縄県内の路線バス事業者が頻繁に路線の変更、新設を行うため、 申請に時間のかかる、裁割ね企画では、対応が難しいことを理由に挙げている。そのため、利用開始当初より、スイカやパスモなどの他の交通系、IC カードとの相互利用や、片利用はできない。これについて、内閣府沖縄総合事務局では2017年の会議の中で、沖川エリアでの交通系、IC カード全国相互利用サービスへの対応を念頭に、 2020年をめどに交通系 IC カードが使えるようにする仕組みを検討している、旨を報告。その後目立った動きはなかったが、2020年3月10日から沖縄都市モノレールが単独で Suica を導入し、全国相互利用サービスに対応した。なお、ユイレールでの Suica 利用に関しては、基本的に発行済みの Suica によるストアードフェアザ中でのモノレール線利用に限定され、 ユイレールではスイカを販売しない。また、オキカ独自のサービスが受けられないほか、以下の制限がある。沖縄 IC カード株式会社は乗車用 IC カードオキカを運営する株式会社である。カードの取り扱いを主たる業務とし、カードのポイントの管理業務も行っている。またフィギュア付けを除くオキカは、他の多くの乗車用 IC カードと同様に売却、譲渡ではなく、 太陽の形式であるため、カードの所有権は、沖縄 IC カード株式会社にある。沖縄都市モノレールの路線全線と、琉球バス交通、沖縄バス、那覇バス、東洋バスの全バス路線が利用可能となっている。当初は導入後2年をめどに、船舶、タクシー、商業施設への利用拡大も検討されていたが、その後目立った動きはなかったものの、2020年秋から、 商業施設への利用ができる、要環境整備することを発表した。大きか導入に伴い、1ヶ月の大きか利用額に応じて、翌月6日にポイントが付与される。ただし、大きか以外での乗車は、ポイント対象外となっている。ありがとうございます。